どうも、こんばんは、Nです。今回は東京グールリインボークイベント美食家の罠、A をやっていくんですけども、見ての通り初見ではないんですよね。もともとリニューアル前にあったイベントで、それがリメイクっていうかリニューアルされて復刻っていう扱いになるかどうかわかんないんですけど、これやるっつってね、前回の動画で言ったんですけど、見事に忘れてまして、自分で回ってましたね。で、今回使っていくパーティーは、昨日当てたムカデを、熟練度が 100% じゃないんですけど、まだ90なんですけど、を入れて、かつ周りをフェスゲンで固める、いわゆるこれフェスゲンパーティーってやつですね。はい。一応、熟練度は、アモンが 20%、ムカデ 90%、前衛右のアキラが、40% かな、 40% で、左下の金木が 60%、 有馬が 0% で、右下の十三が 60% です。まあまあ言ってますね、有馬以外。あ、きついか。昨日有馬出なかったのか。そう、有馬が出なかったんですね。捜査官いっぱい出たのに、あんなに。はい、ということで、シフトしなくてもね、これはねいけると思うんですけど、せっかくなんで、ムカデを置いとこうかな、じゃあちょっと。相変わらず、ギャーギャー言ってます。エフェクト的には、操作感の方が、個人的には好きです。フェス限定のキャラって、インバクですね。攻撃すると、操作感だったら、青い、エフェクトがかかって、グールだったら、基本的に赤いエフェクトがかかるんですけど、熟練度 100% だったら多分毎回派手なやつが出るのかな。こんな感じで、これが操作感のエフェクトで、グールの方だと、赤いエフェクトが出るんですけどね。これは個人的に操作感の方が好きです、なんとなく。なんだろうな、誕生日カネキと、誕生日アリマは多分フェスゲンじゃないんで、多分出ないと思うんですよ。出なかったと思う、俺ごとつしてるのに、あれ、これなんかモーション出ねえなって最初リニューアルした直後思ってて、でちょっとあ、そうだ、こいつらフェスゲンじゃないと思って、せっかくごとつしたのに。性能的にもね、多分よく聞かれるんですけど、もう本当に性能面で見るなら、誕生日カネキより、このフェスゲンの左下にね、アモンの後ろにいるカネキの方が使いやすいんじゃないかと、個人的には思ってます。これ多分ノンストップでいけるよな。カネキのスキルかっこいいですよね。ムカデね。ボイスもね、いい感じついてるんですけど、グルカル時代の目の前にいるからが、狂ってる感じで。でもあれどうなんだろうな、あれもほとんど暴走した時か。これも暴走してるようなもんだけど、こんな感じですね。あ、フェスゲンのキャラ強い。はい、フェスゲンのキャラ強いっす。次のフェスか、また次のフェスぐらいでね、そろそろフェスゲンキャラの熟練度を一気にガッて上げて、100% で早く6体6人のパーティー組みたいですね。フェスゲン以外のキャラがですね、1体か2体ぐらい熟練度 100% にもうそろそろ何体かなってきて、そいつら売ってもいいかなって思うほどフェスゲンは結構魅力的、ですね。はい、ということで、今回美食家の罠の A をフェスゲンパーティーでクリアしました。って言っても後ろのやつらはちょっと使ってないんですけど、はい。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さて、占領戦でもらった SSR、確定派遣チケットガシャ、引いていきましょう。何持ってないんだっけ、持ってないやついたかな。
あ、そうだ、サイコ持ってないんだ。そうだよ。そう、今のところウリエも当てたんでサイコだけなんですよね。まあグールだよね。フクロウかな。あ、ノロか。そう、ノロもいたんですね。はい、ということで、SSR 確定チケットガシャはノロでした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。